クイーン・エリザベス空母が4から横須賀基地に入港してきます。カール・ビリソンは出港しています。入れ替わりですね。今回はクイーン・エリザベス空母が釜山寄港を中止した本当の意味とはについて詳しく見ていきます。レッドチームへ向かう韓国に、もはや西側諸国はもうですよね。2021年8月、イギリス海軍の航空母艦、クイーン・エリザベスらの空母打撃群は、アメリカ軍が主催した、一大多国籍艦軍事演習の LSGE-21、ラージスケールグローバルエクササイズ2021の太平洋でのパートに参加した。そこでは、アメリカ海軍のアメリカ級強襲揚陸艦、アメリカら遠征打撃群と、クイーン・エリザベスら空母打撃群との連携を図る合同軍事演習が実施されており、相互の艦載機の離発着等が実施された模様だ。もともと、クイーン・エリザベスは、艦艇自体の所属はイギリス海軍だが、艦載機である F-35 ライトニング2戦闘機の部隊は、イギリス空軍の第617飛行隊及び、アメリカ海兵隊の第211海兵戦闘攻撃中隊での混成運用となっている。これが、いわゆる、クロスデッキ運用と呼ばれる形態であり、一隻の航空母艦、クイーン・エリザベスを、イギリスとアメリカという、二国の軍がシェアして使用するもので、従来に例のない運用方法として注目されていた。また、今回の、クイーン・エリザベスの空母打撃群には、イギリス海軍の駆逐艦やフリゲート艦、攻撃型原子力潜水艦以外に、オランダ海軍のフリゲート艦とアメリカ海軍の駆逐艦も、一隻ずつが随伴する、いわば多国籍艦隊だった。LSGE-21、ラージスケールグローバルエクササイズ2021では、その仮想敵国は、中国やロシアである、ことが明確に打ち出され、今後のアメリカ軍とその同盟国による、それらへの対処戦術が、実践的に行われたと言える。この LSGE-21、ラージスケールグローバルエクササイズ2021、が終了した後の8月末には、クイーン・エリザベスらの空母打撃群は、海上自衛隊の護衛艦、伊勢、朝日らとの沖縄近海での合同軍事演習に参加した。さらに続けて、東シナ海方面まで含めた海域で、海上自衛隊の護衛艦、伊勢や、テルズ基との演習を実施しており、これらは、それぞれが、パシフィッククラウン演習の211、および212であったことが、報じられている。この、パシフィッククラウン演習は、8月28日で、最終日を迎えており、以後の、クイーン・エリザベスら空母打撃群は、次には、韓国軍との合同軍事演習を引き続き行ったのだが、その前に、意外な報道がもたらされた。それは、8月25日に明らかになったもので、韓国軍との合同軍事演習を行う、クイーン・エリザベスが、その過程で、釜山港への入港が予定されていたものも、急遽、新型コロナウイルスのデルタ株の影響を理由に、中止と発表されたのだ。今回のクイーン・エリザベスの釜山への入港と中止の方に際し、事前に強硬な反対を表明していた北朝鮮や、さらにその背後に控える中国の意向を忖度したものだと捉える向きが大勢を占めるが、真相は定かではない。韓国が中国の顔色を伺うのは当然といえば、当然の成り行きなのだが、仮にそうであっても、それは、2021年5月に、クイーン・エリザベスらの空母打撃群が、イギリスを出航した時点から、予期されたことであり、今更感も拭えない。そのため、個人的には、クイーン・エリザベスの釜山への入港を静観すると見られていた中国政府が、何らかの事情で態度を急変させ、
直前になって、非常に強い圧力を韓国政府に突きつけたのではないかと思えてならない。クイーン・エリザベスのプサンへの入港は、同艦の設計に携わったバブコック・インターナショナル社を介して、イギリスという国家自体が韓国の航空母艦建造計画への商機を見出そうとしていたこともあり、今後も注目だろう。韓国の新型航空母艦をめぐっては、このバブコック・インターナショナル社とヒュンダイ重工業のペアと、イタリア・フィンカンティエリ社とテウ造船海洋のペアが受注を争っており、この行方にも影響がする可能性がある。さて、肝心のクイーン・エリザベスらの空母打撃群と韓国軍との関係だが、釜山への入港は中止されたものの、8月31日には、日本海方面において合同軍事演習が行われたことが、韓国国防部などからも発表されている。韓国側からは、今回の軍事演習には、徳島級強襲揚陸艦の一番艦で、ネームシップである、ドクトをはじめ、駆逐艦や潜水艦も参加させたとされているが、その対象は、あくまで、イギリス軍のクイーン・エリザベスのみだと、限定している。これは、前述のように、クイーン・エリザベスの空母打撃群には、艦自体に、アメリカ海兵隊の F-35 ライトニング2の第211海兵戦闘攻撃中隊や、艦隊には、オランダ海軍のフリゲート艦、アメリカ海軍の駆逐艦も含まれていることへの断りだろう。韓国国防部の報道官は、これらアメリカ軍やオランダ軍は、今回の韓国海軍との演習に参加しておらず、したがって、韓国海軍と合同軍事演習を敢行したのは、クイーン・エリザベスの空母打撃群から、それらを除いたイギリス軍のみだと述べている。また、同様に、韓国国防部は、イギリスだけが対象だと限定した、今回の軍事演習の内容についても、洋上における救難行動や航空機による戦術的な訓練を行ったものだとしており、それまでのクイーン・エリザベスの演習との相違を強調したいようだ。つまり、LSGE-21 やパシフィック・クラウンで、クイーン・エリザベスらの空母打撃群が行ったような、中国やロシアを想定した、具体的な軍事演習であることを、表現上から希釈しようと、苦心しているとしか見えないものだった。韓国国防部の主張を額面通りに受け取るのであれば、その洋上での救難行動を中心だとする内容からは、すでに軍事演習ですらなく、日本で言うならば、海上保安庁が担うような洋上での警備行動を、イギリスと合同で行ったと言えるだろう。それでも、今回の演習では、韓国軍や政府高官らが、クイーン・エリザベスを訪れ、その眼前で F-35 ライトニング 2B 型の離発着等を視察したとされており、同戦闘機が、洋上での救難行動に従事することのありえなさは無視されている。中国は、この数日前の8月28日、台湾や東シナ海を担当区域としている東部戦区において、陸海空軍の複数の艦艇や航空機を動員した連携を高めるための軍事演習を挙行した模様で、LSGE-21 やパシフィック・クラウンへ対抗したとみられる。歴史的にも地政学的にも、韓国が日本とは比較にならないほどに、中国に親和性と恐れを抱いていると個人的には思えるのだが、アフガニスタンにおけるアメリカ軍の撤退などで上洛を目にし、その傾向を一層強めているようにも思える。韓国にしてみれば、最も直接的な脅威である北朝鮮問題について、こうした今のアメリカよりも中国に組みする方がプラスになると判断しているようにも見え、政治的にはアメリカ、経済、軍事的には中国重視の政策が続くのかもしれない。ちなみに、韓国のマスコミでは相変わらず、独島を強襲揚陸艦ではなく、
大型輸送艦と表現しており、クイーン・エリザベスとの合同演習と同様に、あくまで軍事的なニュアンスを回避しようとする姿勢が強く感じられる。